こんにちは、みどりです。いつも応援ありがとうございます。今日もニュージーランドの首都ウェリントンよりお届けします。7月に入り、ウェリントンもかなり寒くなりました。今回はウェリントンの名物、ケーブルカーに乗ってみます。今、クライストチャーチに住んでいる娘が、大学のお休みでウェリントンに帰省しています。今回は娘と一緒にウェリントンのメインストリート、ラムトンキーに来ています。ケーブルカー乗り場の近くにあるマクドナルドで腹ごしらえをしてからケーブルカーに乗ろうと思います。まずはマクドナルドに入ります。本日は2022年7月7日木曜日、時刻は午後1時半ぐらいです。今回娘が注文するのは、ニュージーランドでとても人気のアンガス牛のハンバーガーセットです。ミディアムサイズのポテトフライと飲み物のセットメニューで14ドル70セント、日本円では約1230円ぐらいです。ドリンクはニュージーランド名物の L&P と呼ばれるレモネード風炭酸飲料です。この場所はウェリントンの中心地で、普段はこの時間帯にはランチタイムのお客さんで賑わっているはずなのですが、やはり未だにコロナの影響もあって人は随分少ないと思います。娘は小さな子供の頃からマクドナルドが大好きです。大学生になった今でも時々マックに行ってバーガーを頬張っているようです。お腹が満たされた後は、すぐ近くにあるケーブルカー乗り場に行きます。ウェリントンは観光地ではないので、ケーブルカーに乗る人も観光目的というよりも、通勤や通学で利用する人たちの方が多いです。料金は大人料金で片道5ドル、日本円では約420円ぐらいです。私はケーブルカーにはめったに乗らないのですが、私の旦那さんは通勤でケーブルカーを利用することが多いです。この時間帯は10分おきに出ていて、私たちが行った時にはタイミングよく出発直前でした。
たったの約5分間で頂上のケルバーン展望台に着きます。公共のケーブルカーはこのケーブルカーが一つだけですが、実はウェリントンには個人が所有するケーブルカーが150台以上もあります。ウェリントンは海と丘陵地に挟まれた都市で、丘の斜面に建てられた家もかなりあり、家にアクセスするのに斜面に登っていくミニエレベーターのようなものを個人が所有しています。そしてこのミニエレベーターのことをケーブルカーと呼んでいます。トンネル内はちょっとしたライトショーのようで、なかなか綺麗でした。下りのケーブルカーとすれ違います。もう少し長く乗っていたいなという気分でしたが、あっという間に頂上に到着してしまいました。お天気がいい日にはケーブルカーの頂上からはウェリントンハーバーがとても綺麗に見えます。でも残念なことに今回は曇りなので、どんよりとしていて景色はあまり良くないです。ここニュージーランドでは冬の時期は雨季で、雨が連続する日も多いので、雨が降っていないだけありがたいかもしれません。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。今後もニュージーランド生活の様子をシェアできたらいいなと思っています。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をしていただければとても嬉しいです。今後も応援よろしくお願いいたします。ウェリントンのみどりでした。それではまた次回まで。さようなら。